っと遅れました。遅れました、2分遅れちゃいました。あ、見よ、来た、あた、来た、あは、見えてますか。こんばんは。こんばんは。遅い時間になってしまいました。あ、私が入った。私が入った。こんばんは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 。インスタライブ初心者。どうもー。こんばんは。こんばんは。わー、すごい。こんばんは、皆さん、お久しぶりです。あ、同じ画面越しに喋るのめっちゃ久しぶり。え、だからこれこそサラの誕生日の時の配信の以来じゃない？うん、あのぬいぐるみの時以来じゃない？同じこう画角に映るの、そうですね、動いてるのは、ね、あれ以来めっちゃ前だよ。そしたら2年ぶり、2年ぶりぐらい。黒沢さん、こんばんは。ようこそフラットのインスタライブへ。ちちちちち、どこにいるの？こんばんは。よいしょ。お二人ともお美しいサラミネ。イエーイ。もうだって186人の方が見てくださって、ありがとうございます。皆様いかがお過ごしですか。ティンティンティン、こんばんは。平日だからね。そっか、もう平日。え、もう、え、今日何曜日？あ、月曜日だ。月曜日だ。曜日感覚がなくなってる。もう夏休みに入ってる方もいらっしゃるんではないでしょうか。さあ、そろそろやってきたということで、今回はフラットの、じゃあ歌うね、誕生日だしうちらという舞台を今回私たちでやることになりまして、はい、皆様どうでしたか。こう発表を受けてびっくりされた方も多いと思うんですけど、まさか ね、この2人でやるなんて。とてもコメント見よう。応援してくださってる方がね、本当にそうだ。お、ええそっか、マンデーか。そうだね、懐かしいね、この月曜日の夜にやる配信というのは。う、ね、インスタライブ嬉しいです。そうですか。あ、千秋楽見に行きます。お、発表を受けて小躍りしました。かなり、かなり。もう今日はね、舞台のことについてね、ちょっといろいろね、お話できたらと、はい。あ、なぜ誕生日ってコメントがございますけれども、なぜ誕生日なんですか。なぜ誕生日？なぜ誕生日って。それ神保先生だ。それはそう、なんか誕生日って今回私たちが演じる2人の役柄があるんですけど、その2人が同じ日、同じ時間に生まれたっていう、別に双子ってわけじゃないですよ、双子じゃないんですけど、たまたま同じ時間に生まれたっていう奇跡的な2人がこうどういうこう人生を歩んできたのかみたいな、ちょっと時系列に沿ったそういうお話になってるんです。秒まで一緒ですからね。秒まで一緒っていう、もう本当だったらもしかしたらありえないかもしれないですけど、うん、今回はそういう2人がそういうふうに持って生まれてきて、その2人がどうやってね、こう音楽を通して成長していくのかというようなお話になっているんではないでしょうか。そうなんです。なぜ歌うの？よかった。なぜ歌うのって言われてます。なぜ歌うの？今回は音楽劇だからです。そう、フラットこれまでいろんな公演やってきましたけど、音楽劇、音楽をこうしっかり音楽でもう構成されたっていう作品を今回初めてなんですよね。そうなんです。結構歌えますよね。かなり歌えます。てかもうほとんどライブってか、そもそも今、まあ、稽古始まって、まあ、ちょっと、まあ、もう稽古数回やったんですけど、ほぼ歌の稽古しかやってなくて、もともと私たち2人、その役柄今回一緒にやる、え、役名ってもう出てましたっけ、言っちゃって大丈夫ですか。今回ユウです。ユウで、ユウ、私がアイ、アイちゃんもやるんですけど、ユウとアイがもともとバンドメンバーだった、2人でバンドを組んでて、で今回一緒にやるエリア51の方々と一緒にバンドを組んで、一緒にバンドをやったんだけれども、そのバンドを通してっていう、こう
感じになってるんですよ。もう言い難い、もう難しいですけど、内容を喋ってしまうんで難しいですけど、ちなみにバンド名はバスデイズ、バスデイズです。誕生日がね一緒一緒だからバスデイズです。同じすごい設定、うん確かに止まってるコメントはピピピピピ、そう You and I よ、あなたと私です、そう You と I ですよ、そうなんそうなん、さすがさすが分かってらっしゃる。ドキドキ早く見に来たん、チュン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 、そうそう歌うんですよ、だからそう喉がね心配なんで今コメントあったんですけど、本当に大事にねしていきたいと思います。私もそれこそいやミュージカルとはまた今回違うんですけど、その音楽を通しても音楽で構成されて音楽によってこの物語が進んでいくっていうので、うん、今回音楽劇っていう感じなんですけど、そうですね、もうだからもともとバンドメンバーっていう設定なんで、ライブ、まあ、場所も今回そのやる三軒茶屋のそのところもすごいライブハウス感がすごい強いので、でバンドもうライブを見に来てる感覚にお客様はなるんじゃないかなって思ってますね、この楽曲を流れで通してみても。あ、今壁がありました、全曲オリジナル曲です。書き下ろしの曲もあります。もともとそのイリア51さんの方の曲があったりとかもするんですけど、今回私はそれも歌うんですけど、今回私たちのために書き下ろしてくださった曲もあるみたい。全部で12曲ですね。そんな、そう、12か12ですね。あります。結構歌えますでしょ。結構歌えますでしょ。結構歌えますでしょ。私たちにできるのかと思ってますでしょ。頑張ってます。そうね、さっきまで私たち今稽古しててずっと、うん、やっとやってね。すごーい、オリジナルか。12曲中8曲私たちは歌います。そう、全部の曲が歌うわけじゃなくて、うん、そのバンドメンバーの方がそのメインボーカルの方が歌ったりとか、いい曲です、ね、そうですよ、で一緒に歌う曲もあったりだとか、はい、コーラスで入っていただく曲もあったりだとかして、そうなんです、そうなんですよ、そんなにアルバム化できそう、いや本当に録音したいですよ私は、ね、録音してアルバム作ってほしいぐらいの、12は多い、そうだ、そう、 CD 欲しい、本当ですよね、 CD 私も欲しい、楽しみすぎる。今回はね、あの会場もなかなかこうちょっと特別感のある場所ですし、はい、グレープフルーツ三軒茶屋だけムーンです、グレープフルーツムーン三軒茶屋、あのビジュアルがね出たかと思うんですけど、はい、あれはあそこで撮ったんだよね、あそこで撮りました、そう実際のバーだから実際にバーとして営業してる、そうですね、フラットの一番最初の演目もバーでやったんです、うんうんうん、でバーで始まって久しぶりにバーで帰ってきた感はそうあって、なかなか面白いな、結構近いというか、そうです、すっごい見える、めちゃくちゃ、でもどの席でもなんか見切り席っていうのが今回販売されてるらしいんですけど、見切れとはみたいな感じになるかもしれない、見切れる時もあるかもだけどみたいな感じだったよね、多分ね、らしいって言ってまして、うん、全然いいって見切れもありかもって、ね、だからそのね、もしかしたら何回も見に来てくださる方がいらっしゃるかもしれないので、その人はもうこうそのたんびにこうちょっと席を変えてみるとまたいいかもしれないですね。そのフラットのその元々のなんか目的っていうか、いろんなところで芝居をやるっていうのをコンセプトに、この企画としてフラットってね、フラット遊びに来て見るみたいな、うん、そういう気持ちで笑った、この人笑った、この人笑ったよそうっていう、そういうあのコンセプトにやってる企画ですので、今回またねなんかいろんな、本当それこそ今まで、バーであり、オフィスであり、水族館であり、うん、でまたライブハウスポスターもある、またバーにやる人今回来ましたんで、あとお客さんもと近いんじゃない、多分サラはそれこそ一番近い距離感でお芝居とか歌ったりするかもしれないです、そうかもしれない、ね、こんなチャンスないですよ、しかも2人揃ってますからね2人揃ってますからねそうですね、そうグッズが
今回販売されますね。カモリーグ今回のグッズすごいんですから。本当何がありますか、そろそろ英語言っていいんですよね。タオル、ペン、アクリルスタンド、アクスタ、シーン、ステッカー、ステッカー、 Tシャツだったり、あとブロマイドもありますか。ブロマイドも、恒例のブロマイドあったりだとか。そうなんです。そう、ハンドタオル、タオルはハンドタオル。そうなんですよ。あのあれですよね、これ裏話がありますもんね。長いタオルじゃなくて、あ、そうそうそう、ハンドタオル。やっぱり感動しちゃうかないやなんかやっぱね、まあ今までの、まあ、ライブを通して結構皆様涙うるうるの方が多いと思いますのでいや私あのこの2人揃って、そのなんかやってる稽古してるって時点で私は泣きそうだもん、自分自身。そうなんだ。うん、なんかそれこそなんかそれこうなんか今立って一緒に歌ってるんですけど、なんかそれこそ今こういう状況、皆さんにこう映ってるんだよね。あ、こう映ってない、あ、こうだこうだ、なんかいわゆる左に私が立ち、右にサラが立ちっていう状況で最初歌の練習してたんですよ。でなんか違うなって気がして、あれ、ちょっと交代してみるって言ったら、こっちがサラでこっちが私だったっていうことに気がついて、今めっちゃ逆こっちがあれ、そうだからなんかいわゆるなんか決まってはなかったんですけど、この2人の立ち位置みたいなのが毎回あったんですよね、当時。だから今回それを久しぶりに思い出して、うん、なんかあ、これだったわってちょっとジーンとしちゃったところがあるんですよ。そうですね。そう、あ、そうだね、私から言うのもなんですけど、あの私が言ってました、グッズのデザイナーの黒沢さんがねやってくださいました。今回のロゴといいますかっていうのを私がデザインをしました。拙いですが、バースデイズなのでやっぱり誕生日をイメージしていて、はい、こう言っていいんですもんね。大丈夫です。ろうそくが2本立っていて、それが私とミレナ、うん、まあ、ユーとアイで、星があるんですけど、それがエリア51の皆さんの数というかになっていて、ちょっとで、ね、これこのこれ、あ、今回のロゴです。ちょっと反転しちゃってると思うんですけれども、そうで、この真ん中の星が皆さんみたいな、そう、そういう意味があるんですよね。いやもう、いや、こんで採用されると思わなかった。なんかここからもうプロの方にちょっとなんか手直し入れてもらえると思ってた。なんかもうそのままドンと使われるらしく、今日なんかサンプルの画像を見たんですけど、ちょっと良かった、結構良かったちょっと皆さん楽しみにしてください。今回がこれでロゴになります。もう全然でも、まあ私が作ったとはいえ、もう皆さんに愛していただければ、もっとロゴの価値が高まると思いますので、皆さんよろしくお願いします。よろしくお願いします。そうね、今回実はグッズがちょっと数量限定になってまして、それこそアクスタとかね、うん、やっぱ数量限定になると思いますので、その分種類いっぱいあるので、皆さんぜひ早いうちにねゲットしていただけたらと思います。ゲットしてください。あ、じゃあそろそろあのいただいた質問、この前ツイッターとかでハッシュタグ B フラットで、今までそのフラットの質問をいただいてますので、このコメントでもぜひぜひ質問をいただければと思うんですけど、ちょっと見てみます。たくさん答えていきましょう。フラット、あったこれだ、チラチラ見ていきます。ドゥルル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 そんなことないか、でもいろいろ話したら、そうですね、おーだちょ、なんか太りらしい質問にしましょうか。あ、これどう、水族館ファンのサラさん、ミレナさん、はい、2人は最近水族館に行きましたか、行く予定はありますか、またおすすめの水族館はありましたか、のこの辺はありますかで、水族館で涼みたいということですけれども、水族館、ね、久しぶりに水族館、うん、いやそれこそもう本当サラとは水族館に行きたいっていう話をずっとしてるんですけど、なかなかねタイミングが合わなかったりとか、それこそ茨城の水族館とか行きたいなってすごい、いやそんな話あったね、そう行ってたんですけど、あれ行っていいんだっけ、水族館の前って
ダメか、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 まあまあまあ、茨城に水族館そんな何個もないそうか、ないか、バカにしてます。いや、違う、いや、あれ、行ってないんだっけ、行ってないか、まあまあ、それこそ茨城の水族館とかに、うん、私が行ってね、それこそサラの地元とかに行ってみたいななんて思ったりとかはずっと話してたんですけど、なかなかね、遠いのでね、そうなんです、行けてなくて、そう、私もよく行きますよ、サンシャイン水族館とか。いいですね、舞台やりましたもんね。そう、見に行ったりとかして、あそこから久しぶりに水族館に行って、あ、いいな水族館って思って、たまにこう落ち着きたい気持ちの時とか行ってますけど、見てみていい、これもいいじゃないですか。歌うねってことで、お二人のカラオケで絶対に歌う曲は何でしょうか。またお互いに歌ってほしい曲、聴きたい曲などありますか、とのことです。ありますか。カラオケ、カラオケの歌う曲、カラオケはなんか残酷な天使のテーゼとかよく歌いますよ。歌えるんだ。歌いますね。残酷な天使本当に歌ってるのかって感じです。歌ったりします。あれが一番なんかこう気持ちよくパッて歌える気持ちになりますね。歌いますよ。カラオケ行く、あのこれが始まってから行くようになった。普通の曲も歌う、歌う。おー、最初なんか楽しくして、その後に真剣にみたいな。あ、いい。何歌うの。赤いフリージアっていう、メロン記念日だったっけ。え、聞いてみよう、後で教えて。曲とか、皆さん聞いてましたか。聞いてましたか。人からちょっと演歌っぽい、自主トレね、自主トレしてますよ、残酷だ。YouTube でなんか撮ってたよね。やめて言っちゃダメよ。やめて、それ言っちゃダメよ。あ、ごめん。いやー、そう、歌ってみた動画を一時期撮って YouTube 解説しましたが、あれから止まってますね。すいませんね。あ、いやー、成功動画とか上げちゃったりね。それこそなんか、今回フラットに関するなんか今回いろいろ、なんかそれこそ Vlog とか撮ってみたいなとか思ってるんで、ちょっと頑張りますね。そこじゃあ置いておいて、もうすでに泣いてます、泣いてないけど感動してますって。もう泣いてるじゃないですか、ハンドタオルの出番。あ、今回の舞台のお話をもらって共演することを知った時にどんな気持ちでしたか。どんな気持ちでした。ついにみたいな。おお、まあそれこそ2016年に卒業をして、それから何年ですか。もう6年、うん、6年ですって皆さん、6年ですよ。それは2人とも20歳超えますよね。うん、やば、時の流れを感じちゃう。あ、最近あれ流行ってるじゃないですか、うん、あれって言ってもわかんないんですけど、ドラマとかを略したりするやつ、タイトル。うんうんうん、だからあ、そう、今までね、なんかいろいろそのフラットで舞台、まあフラット小文字の B、大文字のフラットっていうのがフラットの公式の、ハッシュタグになってるんですけど、で作品によってその B フラットと、あと別のその舞台の略語、今までだったら春はのけものだと春のけとか夏のけとかってやってたんですけど、今回ね結構長いのでどうしたものかなって思ってたら、そのハッシュタグ見てた巷の皆様がジャウ、なんだっけ、ジャウタ、ジャウチ、ジャウチか、ジャウチジャウチって言ってる方がいて、それもう公認にしちゃおうかなと思って、なんだっけ、ハッシュタグ、まあ、ジャはカタカナで、ジャはひらがなで、うちがカタカナ、うん、で後で私たちもちょっとつ、私もつぶやこうと思うんですけど、ジャウチ、ジャウチが今回のフラットの感想とかぜひぜひなんか上げていただくときに B フラットとジャウチっていうので上げてもらえたら、ちょっと見に行きやすくなるので、皆さんもぜひぜひ。蛇口じゃない、蛇口じゃないよ、蛇口じゃない、ジャウチで、ジャウチということで、皆さんも、あ、そうですそうです、皆さんそうです、あ、そうですそうです、対応早い、早い、現代人だな、ありがとうございます、それですそれです、皆様ありがとうございます。ちょっと最新のを見てみ、
あそこ。これさっき歌稽古2人でしてたんですけど、ミレナがなんか足で自分の足を引っかいて爪で、そうそうそう、裸足でやってたら絆創膏が必要になったらしくて、一緒にコンビニ行ったらアンパンマンの絆創膏だったから、ミレナが買って私がさらにあげました、絆創膏を。何の傷もない、何も傷もないです、さらに関しては。歌ってる時にここがねこう見えて可愛いって、アンパンマン、アンパンマン、これもね、絆の証ですよ、なんて。あのさ、自己完結すんのやめてもらっていいですか。あ、もう、蛇口が公式タグだそうですって言って、皆さんね、ぜひ使っていただいて、こう、皆さんの間で広めていただければなと思います、うんうん。あ、今回の舞台で苦労してることとか、楽しいことがあれば教えてください。いや、まあ歌うってことがやっぱり久しぶり、それこそ卒業してから歌うお仕事ってありました？なかったね。です、私もなかったに等しい。いや、でもあったけど、それからもう時間が経ってるので、やっぱりまず歌練でどうやったっけから始まって歌で思い出して、それこそ私が持ってた、その桜の時代に持ってた音源を、歌い出しの音源、声出しの音源を出して、うん、2人で声出しやったりとかして、思い出しつつやったりとかしてるんで、その歌うことがやっぱり一番の、まあ音楽劇なんで、あの歌うことがもう一番の今最難関にはなってますけど。そうですね。でもだいぶその慣れてきたので、ちょっと私は心の余裕が出てきて、ちょっとその結構盛り上がる曲とか、やっぱしみりする曲だったりとか、やっぱいろんな曲があるんですけど、盛り上がる曲とかではだいぶこう皆様が立ってるんだろうなっていう状況を想像できるような感じのちょっと余裕ができてきたので、あっちゃっちゃってね、あっちゃっちゃあっちゃっちゃってね、あっちゃっちゃあっちゃっちゃあっちゃっちゃってね、あっちゃっちゃっていうなるので、これはね本番見てみる、バースデーってね、何もわからないから、何もわからないから、それはでも本番見ていただいて、はい、感じですね。チュンチュンチュン、サラビレいいコンビですね、イエーイ。ほらミュージカルみたいな歌い方なのか、ライブ、もうライブですね、うん、ミュージカルでは今回ないかも、本当にないって断言していいかもしれないです、うん、本当にライブだと思って、うん、え、今回その、なんていうんですか、声出しとかってどう、あ、もうあり、あ、もう声出し皆さんあり、ありですって、声出しありですって、ライブ見たい、楽しい、もうそので声出して私たちがびっくりして余裕がないかもしれないけど、少し歌って、少し歌って、少し歌ってって感じがしょ、何これ、え、それこそ何がいいと思います、何がいいと思います、あっちゃっちゃ、あっちゃっちゃ、あっちゃっちゃ、風呂沸かして、風呂ねえ、そこはみんなこっちを、そっちこっち、そこじゃなきゃ絶対そこじゃないのよ、そう、ラップするんですよ今回私ラップするんですよ、頑張ります、ラップするんですよ、絶対そこじゃなかった、風呂はガンガン回してマスカレード万華鏡だね、この世界ダンタジュ騒げ、左口はね仰げばお仕事、私このフロアはワイドにはっていう、ジンボさん、ジンボさん見てくれてますかこのね、今回のもう演出もう大変お世話になっております、ジンボさん作ってくださった曲なので、こういうこの曲は既存曲オリジナルじゃん、オリジナル、あ、ほうがオリジナルか、おお、なのでこういうこれで、ね、今歌ってたんですけど、多分もしかしたら今回、あ、そう、グッズでパンフレットも、まあ、あるんですけど、そこに多分おそらく歌詞が載るようになってると思うので、そこに多分合いの手みたいなのが多分カッコで書いてあると思うんですけどとかあると思うので、あっぱれそうある、そう、なんかそう今あると思うので、そのところでぜひ皆さんにね、こう一緒にね、なんかこう楽しめる曲になる、この曲はなると思うので、皆さんぜひ楽しみにしていてください。残り4分急なタイムリミット急なタイムリミット、パンフもあります、
そう、今回そのメインビジュアルになってるあのちょっとキラッキラな格好してるポップな格好と制服の2つビジュアルのパターンも撮りましたので、アクスタの方は制服がアクスタになります、うん、で多分パンフレット代とかプロマイド多分2パターンあると思うんですけど、パンフレットにはいろんな多分写真載ると思いますので、皆さんぜひ楽しみにしていてください。見に来て見に来てみんな。今回一応配信もあります。千秋楽の多分大千秋楽の前楽が多分あるんですけど、本当千秋楽の1個前の公演が配信あると思うんですけど、いやこれね絶対見てほしいんですよね。見てほしい、見てほしい、もう分かんじゃった、見てほしい、見てほしい、そうなんですよ、ありがとうございます、ね、お、ハロー、海外の方ハローハロー、配信だと配信ございます、あのあるんですけれども、まあね、遠方の方とかはねなかなか難しいと思うんで、ぜひ配信を見ていただきたいんですけど、あー予定空いてるかもな、気になってるけどどうしようかなって思ってる方はぜひ私たちと一緒に暑い夏を過ごしませんか。ほら、サラモ、え、見に行きますと、ほらでもいい、もちろん行くからねって、待ってます、待ってま、ほらサラが待ってますって、サラが待ってます、あれですよね、バーだからオリジ、あ、そう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 、オリジナルのっていうか、かく、かく、違う、ちゃんと言ってるの、あなた、お酒というかドリンクが飲めるんですよ。はい、あの公演中も飲める。そう、ワンドリンクオーダー制、ワンね、お酒があるんですけど、そこで私たちがまだね考えてるんですけど、そのお酒、私たちが考えた考案したオリジナルカクテルが飲めるらしいです。飲めるアルコールですか？アルコールです。ノンアルではありません。飲みながらアルコールです。飲めます。ね、やっとこういう時代になってきましたよ皆さん。ながらで今後お酒飲みながら私たちを見ることができるという何度も神イベントそうなんです、酒の魚、そうなんです、あ、スクショタイム、それもう時間が迫ってるのでスクショタイムしました、しますか、しました、しますか、パシャパシャパシャ、10 9 8 7 6 5 4 3 2 1、はい、終了はい、終了ということで、ああ、私の席が、はい、はい、大人になったね、だってそう、もう22と21歳ですよ、そうですそうですよ、皆様、うーん、あ、ノンアルもありますから、大丈夫、大丈夫です、お酒飲めない方もいらっしゃると思うんでね、うん、ぜひそこはちょっといろいろ何が出るかはちょっといろいろ相談しつつ、結構今回それこそ私たちもいろいろもろもろこう考えて、それをなんか結構形にしてもらってるっていうところもあったりするので、ぜひこうみんなでフラット一丸となって頑張っていきたいと思います。はい。グッ。最後に一つずつコメントして締めて。はい。はい。はい。どうですか。いやー、あ、それ。いきましょうか。いや。本当に6年ぶりの共演近いとなるので、ぜひ皆様に見に来ていただきたいです。本当に宴稽古始まってるんですけど、本当に2人でね、エリア51の皆さんの素敵な楽曲を神保さんの脚本のもと、本当にいいステージにできればと思って奮闘しておりますので、本当に絶対来て見に来てください、見に来て、お会いしたいです、見に来て、はい、パトカパトカパトたち、髪も髪倒してる髪倒してる、はい、皆さんインスタライブ来てくださってありがとうございましたね、もうそれこそなんかサラともう一緒にこうもう稽古からですけど、もうすでに私楽しくて仕方なくてこの楽しさを皆様と一緒に共有したくてたまらないので、ぜひね、今回もまた今後もインスタライブがもしかしたらあるかもしれないので、いろいろ情報を出しつつ皆様にこう楽しんでいただけるようなこういうね作品を作って、サラと皆様と作っていきたいなと思いますので、何卒皆様ぜひ遊びに来てくださいませ。
イエイ、2人で待っております。もうなんか普段のこういう感じでお送りいたしました。皆様パチパチパチ素晴らしい、ありがとうございます。二人に会いに行きます。そっちの行くはやめてくださいね。ぜひ生きてきてくださいね。はあ、かわいいです。インスタライブたくさんやってで、ぜひねこういろいろ情報もね、それこそ歌のこととかもね、もっと皆さんと一緒に、始まる前からね皆さんと一緒に共有したい部分もありますので、ぜひぜひ楽しみにしていてください。わかったよ、ありがとうございます。息ぴったりやないかい。もうということでね、そろそろ終わりにいたしましょうかね。もうゆっくり、やだ、もう私も稽古終わりだからさ、舌を稽古の時間に置いてきた、もうやだ。いたしましょうか、いたしましょうかね。はい、皆様またね、8月になって暑い日々が続きますが、体調を気をつけて皆様いい夏をお過ごしください。そして16日からは一緒に過ごしましょう、ね、それではまたお会いしましょう。多分これアーカイブに残せたら残しますので、何回も見てみてください。あといろんな人に見てもらうようにぜひぜひたくさんお願いします。ありがとうございます。今回の感想とかもぜひぜひあの Twitter でももうインスタでもぜひぜひお願いいたします。じゃあそれでは、はい、終わり、はい、バイバイ、バイ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 、それ切って、どうしようかな、ま